カルビン・ヌカナタは、ケニアの陸上競技選手。専門は短距離走。200メートルの自己ベストは20秒14のケニア、記録保持者。2014年アフリカ選手権、男子200メートルの銅メダリストである。ケニア人の父とアメリカ人の母のもと、アメリカ合衆国で生まれ育った。5月12日の IC4A、イキャック選手権。 男子200メートル決勝において20秒32のケニア新記録を樹立し、1991年にジョセフ・ギコニョがマークした記録を22年ぶりに塗り替えた。3月の全米学生室内選手権に出場すると男子200メートル決勝で自己ベストとなる20秒52をマークして3位に入った。4月12日にノックスビルで開催された。 競技大会の男子200メートルにおいて20秒17をマークし、自身の持つケニア記録を11ヶ月ぶりに更新した。5月24日の世界リレー男子4200メートルで、世界大会及びケニア代表デビューを果たすと、2層を務めて1分22秒35のケニア、新記録樹立と5位に貢献した。8月のアフリカ選手権、 男子200メートルではファイナリストになると、決勝で、ウア・ウィルフリード・コッフィ、アイザック・マクアラに次ぐ20秒53で3位に入り、この種目では1990年カイロ大会のジョセフ・ギコニョ以来、ケニア勢24年ぶりのメダルとなる、銅メダルを獲得した。4月18日の n t c ピューアースレチックス、スプリントフェスティバル男子200メートルで、 自身の持つケニア記録を1年ぶりに0秒03更新する今季世界最高記録の20秒14をマーク5月17日のダイヤモンドリーグ上海ゴールデングランプリ男子200メートルではダイヤモンドリーグの短距離種目においてケニア勢初となる出場を果たした世界大会の個人種目初出場となった8月の北京世界選手権 男子200メートルは20秒51の組5着に終わり、準決勝に進出することはできなかった。パスポートのトラブルによって出場が危ぶまれた8月16日のリオデジャネイロオリンピック男子200メートル予選に何とか出場することはできたが、リオデジャネイロに到着したのはレースの数時間前というコンディションが最悪な中、自己ベストからはほど遠い21秒43で敗退した。 記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。ありがとうございます。